おはようございます。白菜です。本日のお話は、見る場所、しないよりするに焦点を、というお話です。例えばですね、ダイエットをしようと思ったら、間食をしないとか、炭水化物を食べないとか、そういうしないことにこう焦点を当てるんじゃなくて、ダイエットするとか、ウォーキングするとか、そのするっていう方に焦点を当てる方がやりやすいということです。しないって言ってしまうとね、どうしてもこう我慢っていうのがこうつきまとうじゃないですか。で、自分我慢してるなって感じてしまう。で、まあその我慢してることを、まあいい意味でね、こう、頑張ってるなっていうふうに思えるのであれば、それはそれでいいと思うんですけど、でもそれが苦痛に感じてるのであれば、やっぱり、あんまりそれは良くないですからね。なので、そうではなくて、こう、何々するっていうふうに言えば、結果、我慢ということになる。ダイエットする、結果、間食はしない。ウォーキングをする、結果、炭水化物は食べない。っていうね。その、これをするから、結果的にこれをしなくなるっていう、そういうふうな、まあ、方向に持っていくと。できるだけ自然に、目標達成を妨げることをしないという方向に持っていくということです。しちゃダメって言われると、したくなりますしね。もうこれはもう子供のは特にそうでしょうし、大人だって、ダメって言われたらちょっとなんかね、興味持っちゃったりするじゃないですか。我慢しなきゃって思うほど、そのことをついついこう考えてしまう。だから食べちゃダメって言われたら、やっぱりね、もう肉食べないって仮に思ったとしたら、やっぱそうするとやっぱり肉が頭に浮かんできてしまいますからね。だからあまりにもこう頭に浮かび続けたら、やっぱりそれは食べたくなるじゃないですか。私昔プチ断食をした時にですね、こう食べないっていうことじゃなくて、まあプチ断食なんで完全に何にも食べないわけじゃないんですけど、まあ食べるものとか量を限って、いると。で、その時はこう食べないんじゃなくて、食べないということじゃなくて、食べてもいいものを食べるっていう方に意識を向けたりしてました。ダイエット以外にもね、こう目標達成のためにはしないことよりもすることに意識を向けた方がうまくいくと思います。しないことに焦点を当てることでね、生まれる我慢はストレスですし、長続きしないですからね、やっぱり。はい。なので、するということに目を向けましょう。はい。ということで本日のお話は、見る場所、しないよりするに焦点を、というお話でした。では、今日も素敵な一日を。